人、物、情報が交錯する東京銀座で2つの知性がクロスする銀座クロッシングトーク。毎回多彩なゲストを迎えて時代を読み解くヒントを探ります。こんにちは。こんにちは。お久しぶりでございます。よろしくお願いいたします。今回のゲストは東京国際金融機構会長の中曽宏さん。日本銀行出身で金融市場局長、副総裁などを歴任。金融システムやグローバル市場での危機管理などを担当した国際派の金融人です。現在はニューヨークやロンドンに匹敵する国際金融都市東京の実現に向けて情報発信に努めています。そんな中曽さんにグローバルな視点で金融市場を調査分析する小川真紀が迫ります。世界規模で二極化する金融政策、そこで日本が進むべき道とは。クロッシングトーク。この番組はソニーフィナンシャルグループのソニー生命、ソニー銀行がお送りします。番組の後編では毎回ゲストの方にですね、少しちょっとプライベートなお話をしていただきまして、何か大切にされているものなどをお持ちいただいているんですけれども、今日は何をお持ちいただいてますでしょうか。はい、私自身はですね、この職業人として暮らした昭和から平成ですね、24時間戦えますかっていうのがサラリーマンの規範でしたので、趣味は相当長い間封印をしてました。ここへ来てですね、この復活させたいなと思う趣味が一つありまして、それは鉄道なんです。鉄道、私てっちゃんなんですよね。あ、そうなんですね。てっちゃんいろいろなのがあるんだけども、はい、私は乗り鉄なんです。あ、乗り鉄でいらっしゃるんですか。特にですね、自分で乗った列車の機関車ですね、はい、これをですねコレクションする、集める、割とこの子供の頃からやってたんですけども、今日ですねこの押し入れの奥深くに眠っていた1台を機関車をこう持ってきました。あ、大切にしまわれてます ね、 そうですね本当に。これです。パンタグラフうまく立てられ、これは SBB、スイス国有鉄道の460系シリーズの電気機関車です。私2000年代の初頭に BIS バーゼルにあるんですけど、ここで勤務をしておりましたので、はい、こいつがこう引っ張る列車に乗って、スイスを旅行したり、あるいは出張に行ったり、そういう機関車なので、手元に大事にしてもらって。なるほど。これはHOゲージってやつなんですけども、ジオラマなどを作って走らせることができればいいなと思ってます。本当綺麗ですね。赤くてとっても色がいいし、こうやってデザインも結構洒落てますよね。でも本当これができなかったっていうのは、やっぱりその本当に日銀副総裁も本当激務でいらしたんだろうなっていうのは、はい、つくづく感じましたね。はい、はい、大変お疲れ様でございました。